こんばんは、野村誠一です。えー、今年最後になるかもしれませんね。よろしくお願いします。朝の晩王子さん、こんばんはです。よろしくお願いします。赤翔さん、こんばんはです。えー、今年はいろいろとご知らせいただきました、まあ。あんまり大,大して始動してるわけじゃないですけど、すみません。よろしくお願いします。 あ、北島さんこんばんはです。ゲスばあさんこんばんはです。ラキさんこんばんはです。よろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。今年もっていうか、もう。あと明日だけですね。本当にあの？いい時を過ごす過ごさせてもらいました。町田さん、こんばんはです。 インさんこんばんはです内原さんこんばんはですブラックシュナーザーさんこんばんはですはい <laughs> よろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、今年ねあと一日残り少なくなりましたけどまあ本当一年が早いですねあっという間にね もう自分でもねまあ年々早いと感じるようになったのもね昔あの絵本があってね講談社出版文化賞の絵本があってでその絵本にはですねあの山が富士山の山みたいなのが書いてあってで生まれた時はね1歳がものすごくこうあの一番下をゆっくり歩くから1年がすごい長いんですってでそれがだん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 上に山に登っていくにつれて。 一周が。まあ、あっという間にこう終わってしまうっていうような。こう。そういう絵本だったんですね。それで途中に。そのね。の途中に自分が嫌いだったもの。苦手だったもの。嫌だったこととかっていうのをまあ、書き入れていくらしいんですよね。それでまあ、自分が楽しかったと思ったとか。そういうことをね。ずっと看板みたいにまあ、書き入れて。それで。 年を取ってから芸界を眺めてみるとその時に自分が苦手だったとか嫌いだったものがあの <laughs> 好きになってたりとかそういう絵本だったんですねで自分はそれを、まあ、あの講談社の,そのパーティー会場でそれを見た時に「なんて素晴らしい絵本なんだろう」と思いました本当にさすが出版文化賞を取られだけのことがあって。 で自分はそれを見た時に「ああ本当そうだな」って言ってこう、ね、そ,そこで見ただけなんですけど、まあ、自分がねこうやってずっと印象に残ってるっていうかねずっと今でもそういう気持ちが残ってるっていうのが、あのー、すごい大きいですよねだからね。まあそんな <laughs> ことがありながらね、まあ、自分もね もう来年は73ですよもう本当に自分が50になった時にねすごくこうショックだったんですよね自分が50になった時にうわー俺は50になってしまったとでその時にものすごくショックででなんかもうこれはもうじじいの仲間入りだみたいな感じがすごくあったんだけど60歳の時には還暦の時か思わなく70の時も全く思わなく。 ただ今に至ってね思うことっていうのはまあ自分もこれだけ長く生きてきちゃったなっていうのは感じます本当にそれでまあ自分がねこの先もう70ね来年73になったりするとまあたいね70代で亡くなる人がいたりとか80歳いっても80歳ぐらいって考えた時に。 まあ,あと10年かななんて考えるとねすごくこうかねそれすすごく考えるんですよねまあ皆さんねあんまりこういうことをね考えたことはないもちろんないと思うんですよね皆さんみんな若いからあの俺みたいにねこんなこと考えたりはしないんですけどまあ自分はね2年前にやっぱり悪性リンパ腫になった時にまあ自分が死を考えてね でもう自分の人生終わったなっていうのと、まあ、自分の作品のないことにものすごい落胆したわけだけど、まあ、そういうことをねもう、うん、思ってから2年も経ってねまだ自分が生きてることの方が逆に不思議かな弟なんてねがんが見つかってから1年ぐらいで亡くなっちゃったわけだから、まあ、自分は、まあ、生かされたかなっていう、まあいうん、赤澤さんこんばんはですよろししくお願いします。 村山さんこんばんこばはですすよろししくお願いしますまあ、そんなねことをね今こう何て言うの,あの明日一日っていう時にこんな話をするのもなんですけどなんかそう思いましたなんかねあの、まあ、さっきまでね野々かも来ていて野々佳ともいろいろ話したんだけどで、まあ、来年ねどういう方向でこうものを考えてどうやってやっていくかってみたいな話をね 永遠、まあ、とこう話してたわけだけど、まあ、自分がこう思うことっていうのはまあ自分の経験ですよ自分の経験から思うことっていうのはまあはっきり言って人生はそう長いもんじゃないっていうのがまあ皆さんにとってみればね皆さんまだ30代40代のこと若い方もいらっしゃると思うんですけどそのまだあるまだあるって思ってるんだけどあっという間になくなりますよ。でそれだけね あの自分はこう言っておきたいんですけどそんなねあの年の瀬にねこんなねあの年齢の話をしてもしょうがないんですけどまあそんなふうに思いましたあの今日ね話しながらそういう感じで思ってねで自分がまあ病気でねあの真剣にねそれまでは本当にねもう仕事一本でずっと来て、まあ、亡くなった家内の時にね まあ人生一回考えた時もあるんですけどでも今ねこうやってまあこういう時代になってねあと残りをどうやってまあ楽しく過ごせるかなっていうのがまあ正直言ってーさんんんこばはまあそんな風に思ったりしますけど皆さんは今年はどうでしたか良い年でしたからんて <laughs> 良い年でしたからっていうのは失礼だよね。 当然良いとしたっていうふうにはもう思っていることなんですけどまあその写真のね難しさっていうのはまあね今日もね野の方も話してたんだけどいろいろこうねその難しさっていうのはまあ自分でねまあ、思うことっていうのは、まあ、プロの場合はねプロの場合の話をしていくとあの マスターベーションじゃいけないと思って自己満足じゃいけないってことだけは確かなんですよね。で今日その野々花にもその話をしたんだけどとにかくその自己満足あ楽しかったからまたやりたいですっていうだけではダメだとやっぱりそこで何かね、あのー、表現をねそこにプラスしてでやったそのことに対してね自分でこうもう一回こう あの考えるぐらいな気持ちがないと多分俺はダメなんだと思うんですよね。あほい思ってますか？年齢考え考えますよね。本当ね、もうねみんな若い人ばっかりだからあんまりこう考えなかったりするんですけど。モノさんこんばんはです。そうなんですよね。年齢考えたこと本当なんですよね。で。 自分のおばあちゃんが72歳で亡くなったからおじいちゃんもね同じあのねうちのおじまあねこんな話してもしょうがないと思うけどおじいちゃんとおばあちゃんがえっ、ー、とまずおばあちゃんが亡くなった翌日におじいちゃんがまた亡くなっちゃったんですよ。でそれはねそのおばあちゃんはすごい美,美人な人ででまあ,あのみんながねお,つや,おつやねにんか来て。 まあみんんんななでででで騒いで酒を飲んでたってことしょうねそれでその自分のまあ長年連れ添ったねあのおばあちゃんが亡くなってるねお前たちはそのね酒なんか飲んで楽しなんかやってるのが気に入らないみたいな感じでおじいちゃんがすごいあのその時は怒っちゃってであのまあ血圧もね上がっちゃったんでしょうね。それで お医者さんにも来てもらったりしたんだけど翌朝すごいおじいちゃんはねもうすやすやいい顔して今まで以上のいい顔してね眠るようにこうね亡くなっていたっていうことが自分ではあの記憶にあるんですよね。で自分がその中学1年,1年の時だったからねでこれを考えるとまあ今ねこ,うこの時代にね自分がこういることが不思議なんだけどまあ とにかくその <laughs> まあ自分がその時じゃカメラマンになることを考えたかってこれっぽっちも考えてなかったけどであの今,今のこういう時代にねその写真をねうまくなるなりたいためにはどうするかってことを皆さんもね、まあ、毎日考えてると思うんですよね多分そのまあ、うちの YouTube チャンネルねご覧になっていただけてる方はね多分そこにあの まあ命を燃やしてるっていう方はちょっとね言い過ぎかもしれないけどとにかくいい写真を撮るためにどうやったらいい写真を撮れるかっていうことをねあの多分必死で思ってると思うんですよね。で昨日も、まあ、メンバーサイトでも話をしたんだけど結局まあうーん、まあ、その時の話と同じことするわけ話するわけいかないんですけどまあとにかくその自分がえー どううするかっていうことでやっぱりその自分がね最近えまたえ今度第2冊ですかねこう皆さんと参加するえ写真集第2弾ファーストシーンのセカンドがこれから出てくるんですけどでこれを見た時に皆さんがそれをね今度はあの第一の時と同じようにこう考えられてるのかっていうのはちょっと分かんないんですけど。 まあ自分はね、まあ、一応認定認定ってことにしてるんだけど認定のそのね、まあ、パーセンテージが低いところで認定をしたのかもしれないですけどそれは分かんないですけどあのまあこれはちょっとダメだなと思うところのは、まあ、認定としてはね、まあ、パスをしたって形になるんだけど、まあ、結果的にですねあのファーストシーンと同じねまあ あの仕上がりが280ページっていうねあのすごいまあ部数厚いこうなんてページ数になるわけだけどでさっきそれ見ててそうかこの280ページってすごいページだなとでこのページになるということを考えるだけでもまあ自分はすごく嬉しいと思うしあのいい作品集になるんじゃないかなっていうふうに思います自分もね。 でやっぱりそのじゃあどうやってねあの皆さんとどうするかじゃあ作品展はどうするかとかってまだね正直言ってね作品展あの渋谷のウルデコでやりましょうなんて言ってるけどまだ申し込んでないから、まあ、本当は申し込んでおかなければその、ね、3月なんていうのはちょっと取れそうもないのかもしれないけど、まあ、これねまた皆さんとね当たってみて、まあ、これをね ちゃんといいい形で、ねまあ、できればい,いかなますいませんそれで遅くなりましたけど右目がねだいぶ皆さん見てもね赤みが取れてきてまあちょっとした充血ぐらいな感じにはなってきたんであやっぱりそのね金沢の、ね、眼科医がね1週間から10日で治りますよって言った時えー、こんな血まみみたいになってる目が治んのかなと思ったけどまあね あの目薬はもちろんさしてますけど、まあ、よくなったっていう感じは自分でするのでまああの、まあ、こういうこともね起きるのが、ねまあ、年齢からくるものだっていうのもあの眼科医から聞いたのでそうか俺もそういう年齢になってんだなってこう思ってねこういう話をしちゃいけないんだけど、まあ、よりねだからまあ来年はね、まあ、ワークショップをね 開きたいっていう,ふうに思っててワークショップでねみんなと皆さんとまあいろんな話をしながらねその突き詰めていこうじゃないかっていうのは自分の考えなんだけどで自分はね,そのまあね今日はメンバーじゃない方もねたくさん見られてると思うのであのまあこの辺のところをね考え方が多分ねあのメンバーの方には。 まあ多分、まあ、浸透していることではあると思うんだけど、まあ、一般の人がねこれを聞いてそんなによく分かんねえよっていう人が多分いると思うんだけど俺はね、まあ、今日ねこう話するとですねその写真のことっていうのかな写真のことをうまくなるために写真のこといくら勉強してもうまくならないっていうのが持論なんですよ俺はで。これを、ね、言うと 皆さん何言ってんだと思うかもしれないけど写真俺はだからアシスタントもうちに入ってくるアシスタントもまずね入ってきて半年もすれば仕事は覚えると俺がやってることは全部一通り覚えるとだけどね覚えたところでね「はいじゃあさよなら」ってわけいかないからまずその最低3年は言いてくれること条件でまあアシスタントに入ることを認めてきたわけですよねずっとね。 中には、ね、1年ぐらいで辞めてったやつもいるんだけどまあその3年3年ってねなんか古い言い方だけど一の絵にも3年とか言うんだけど3年間ね自分が言ってるそのね、まあ、3年間っていうその言い方をするっていうのはねまあ,あのカメラマンになる方法って本も出たんだけどあれはね「歩く履歴書になれ」っていうような本にしたかったタイトルはね。でそのための まあインタビューで中に話していることもその内容が書かれてるわけですよね。でそれっていうのは結果的に野村誠一の下にいて撮影に行って毎日のように撮影に行ってそれで現場にいたアシスタントを見てねあこのアシスタントだったら将来不利になったら仕事を頼みたいなと思わせれば歩く履歴書だっていうことを自分は言いたいわけですよね。ところが半年で辞めたりするとあの子辞めちゃったんだっていうだけだからね結局自分はそのね。 あのまあ、3年っていうと長そうだけど、まあ、職人の世界でも何でもそうだと思うんだけど3年間っていうのは一、まあ、つのね、まあ、自分をアピールする場っていうかねよ,よくこう自分のことを、ね、みんなに知ってもらうっていう意味ではすごく大切かなとで自分のところもね、まあ、多い時はアシスタント5人もいたわけだけどそうするとやっぱり事務所内で勤務してね雑用する人間も やっぱ2人から3人いてね現場へ連れていくやつっていうのは上から1人2人ぐらいしかね全員連れていけるわけじゃないのでやっぱりその編集者のの方とね接しててるそのアシスタントっっは数少なくなくちゃうわけですよねで、まあ、必ず5人いてね事務所に来て打ち合わせ来ればあこんなにアシスタントがいるんだっていうのは分かってくると思うんだけどやっぱこれがまあん写真の難しさではあると思うんですよね。 で自分はその、まあ、ワークショップを開きたいと思っているのは皆さんが本当にそういう感じで物事を考えられている方がどれぐらいいるんだろうかとかそういうふうに思った時にねこれはまずそのね基本的な技術的なことを教えるものももちろんあるんですけどそうじゃなく考え方だったりとか その人の作品を見ながらいやこれはどう,どういう意味で撮ったのかとかどういう感じでこれ撮られたのかとかそういうのも話してみたいんですね。っていうのは、まあ、自分もね今回の,その作品集でね集められた写真を見た時に何でこういう写真撮るのかななんでこういう写真になっちゃうのかなっていうところもねまあ自分はこう感じるわけですよね。それで まあ本人にしてみたらねいや自分は完璧でパーフェクトだと思われてる方がいると思うんだけどこれをね要するにまあ俺,に俺が悪い言い方すれば自己満で終わってると思うんですよね。それっていうのは要するにまずねプロになるためにはまあ最低限俺だったりとか第三者が見てねこの人はうまいっていうふうに思わせなきゃいけないわけだから要するに自分がいくら自分でうまいって言ってたって。 もうそれは自己満足な分で自分だけ受けりゃいいみたいな感じが俺はもう世の中のカメラマンになりたい人何でもそうですよね芸能人でも何でもそうだしそのなりたいと思ってる人のそうですね7割ぐらい7割から8割ぐらいもっとかな8割から9割ぐらいは多分ねその。 自分がやりたいから、自分がなりたいからってだけで、要するにそこに感動だとかそういったことをね盛り込むっていうのがものすごくこう少ない感じがしますね。自分はね。あ,あ、良くなったんですからありがとうございます。横山さんこんばんはです。よろしくお願いします。まあそんなことをね、まあ自分はまあ考えてね、こうやっぱりその ワークショップをやってね本当にそういう話もしていけばいいかなと単なるねその在労中に話してるっていっとこういう話はできないわけで正直言ってねだって、まあ、来る人にねいきなりこうじゃないあじゃないっていうのも変だしでももっと、まあ、自分がね残されたあのー、まああとね何年自分がやれるか分かんないけどそこでまあね自分のところからね本気でプロがこう育ってくれるようなことがあればね そうすれば自分は、まあ、それだけでもすごく満足いくことだし、まあ、素晴らしいことだと思うんですよね。でやっぱりそういうふうに、まあ、する時期が来たかなっていう感じがしますね。まあアシスタントっていうのはねその皆さんちょっと分かりにくいと思うんだけどアシスタントってねうちは初任給15万払って交通費全額支給、ね、それで3年いたら20万までは昇給する。で年1回あ夏と 秋とまあってて出してで3年いて独り立ちするときにまたまとめて支度金っていうのを出したりとかカメラを上げた子もいるけどそういうふうにしてね一つの子独り立ちするときにまずそ,のそれだけちゃんとできるようにしてあげたいって気持ちも親心的なことはあったからね。でまあそのそういう中においてねまあそれっていうのは自分がね <laughs> あのプロ目指して。 カメラマンのアシスタントになりたいって思った時に最初にある有名な写真家のとこ行ったら「うちは給料が3万円だとでそれで全部やってくれ」って言われた時に3万円ではとてもね要するに家賃も,家賃もあるし食事も何とかあっ,たって自分で預金があるわけじゃないし無理だなと思ったから結局やめたんだけどやっぱりそのねアシスタントだから学べばいいんだっていう気持ちもあるんだけどもちろんねワークショップはね 皆さんからお金いただいてこう教えるわけだけどでもこれはねやっぱりその責任を持ってねそのどうこうっていうんじゃなくてあの今までね習えなかったこと今まで自分が思いもよらなかったことをまあ自分は教えてあげられてまあねいけばまあいいかなっていうふうに思うんですよね。で皆さん多分ねそのいろんな人の作品を見せてもらって思うことっていうのは意外とこう何て言うんですかね 自分の写真に対しての <laughs> ま課題評価って変かな課題評価っていうかそのまあプロとしてね本当にこれでやっていけんのかなっていうような言葉本当はありますね。それで何でこのワークショップをこう持ったかって言ったらまあ京都でもねいろいろこうついて回って来てくれた方がいたので。 まあこういうふうにしたらいいよってお前こうしろよこういうふうにやれよってあどうしてこういうことですかっていちいち俺は学校じゃないんだからって言ったこともあるんだけどでもそれでもねやっぱりその作品が大きく変わったことを見てるとまあそれだけでも違うかなっていうでまあみつもそうなんだけどその教えることによってねそのいいものをその取れるっていうその考え方をねしっかり持った方がいいよって。 でまあ昨日もこの話したかも同じ話ちょっと触れちゃうんだけどそのみつがね新年はね要するにあのご来光の写真を撮りに行くんだとで弾きのでを撮ってからまあ先生のところご挨拶行きますみたいな話だったんだけどで俺はねそのいやそ,のそれを撮ることは決して悪いことじゃないけど。 そこである足元だとか、その近くにあるもの、をもっと取るようにした方がいいよって。要するにさ、みんなね。まあ、何万人っていうかね、まあ、ほとんど。そうだね、その初日の出を拝みに行く人っていうのは。やっぱり十人いたら、十人は初日の出を取ってるわけであって、別にそれが悪いっていうわけじゃないでしょ。悪いっていうわけじゃないんだけど。その。決してね、それが。まあ、作品としてね。っていうより。 俺は記念だと思うんですよ自分がね自分がその初稲で初日の出見れたあ良かったなってでその写真を撮ったからその,その写真が初日の出の写真だからすごいですよっていうことじゃないと思うんですよだから中にはねあのうちのメンバーの中でもね「俺は夕日の写真がどうのこうの」って夕日じゃないんですよこれ朝日なんですよって言われたって。 まあそのね朝日朝日なのか夕日なのかっていうことは夕日は全体に赤くこうなってるんだけど朝日っていうのは太陽の周りだけ赤くなってその周りはちょっと青っぽかったりしてるからまあなんとなく自分はそのね朝日なのか夕日なのかっていうのはその写真からこう感じ取れるんだけど仕上げ方によってね全体に赤くなってればこれ夕日に見えるかなっていうような。 感じが自分はするからねでまあそれは朝日だと言ったら自分が失礼なのかもしれないけどいやこれ違うんですよって言われた時にでもそこそこが議論の争点ではなくもっとねそのこの写真の何か感じるものが大事であって朝日が夕日がっていうことをねそこの論点ではないっていうことを自分は言いたいですよねで。これを まあ皆さんがねどういうふうにこう思われてるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、自分はね、まあ、こういうこともねこう、まあ、ワークショップの中でねこういうことを全部話していったらいろんなことがきっと腑に落ちるとこがいっぱい出てくるんだと思うんですよね。でみんなやっぱりねカメラの技術的なことを聞きたい、ね、このレンズはどう,どういうのだあのレンズはどうなんだって聞きたいと思ったことあると思うんだけど自分はプロを、ね、目指して。 まあずっと、まあ、プロになって50年っていう、ね、経過をずっとしてきてるんだけどその時にねあのこのカメラじゃなきゃ写真が撮れないなんて思ったことはないわけだからそうやって言うとね嘘つけって思われるかもしれないけど結局ねあの、まあ、田舎者の、ね、野村誠一が写真を撮る時ハッセルを現場へ持っていかなければこいつなんかキヤノンの FTB かなんかで写真撮ってんのかこいつやっぱり金がねえやつだなとか思われたくないから。 まあレンタルをしてたわけだけど自分がプロになって自分が稼げるようになった時には別にねカメラ何でもいいと思ってたからあのまあミノルタのね X700 を使ったりとかあとはあーペンタックスの645を使ったりとかそういうのもそうだしそんなねすごいカメラを使ってその表現をしてきたわけじゃないからでもそういう風になった時にねその 周りはねいやハッセルじゃないか仕事をハッセル撮ってくださいよなっていう編集者一人もいなかったしただね一人音楽なんかの仕事をしてきた子をね自分が写真のジャケットを撮ることになった時に「ペンタックス645よりはハッセルの音が好きでそっちで撮ってください」って言われたことあるんですよね。これれはやっっぱりそのねあの音楽てていうかかねそれを目指してる子達だから まあそういうい音がね音に対して敏感だから気持ちいい発声の音の方がいいって言ったまあこれはわからんではないんですよねこのことはね。これがまあ要するにまあ日本のね日本のカメラもそうだと思うんだけど車もそうですよね。こういう,こう音とかサウンドに関しての,あのデザインがされてないと俺は思うんですよね。で やっぱこれはその世界的に見てもねやっぱり名車と言われるものっていうのはやっぱサウンドをすごく大事にしてるしでやっぱその音をねあのフェラーリもそうだけど音で感応させる音っていうのは大事だしその音がねどれだけ重要かっていうことで日本のねまあ今のカメラもそうなんだけどまあデジタルカメラで見てもねあんまりそこまで考えてるメーカーはないなと。 唯一ライカのやつがねまあなんか音がねまあライカらしい音がまあするかなっていう感じはします自分はね。でなんとなくこう <coughs> まあハステルもそうなんだけどやっぱりその音っていう本当重要だからでこれをねやっぱりメーカーがやっぱどこまでねその音の重要性を考えてねその カメラの新しいそのねミラーレスカメラの作り方をしてるかっていったらこれは俺はちょっとは何とも言えないんだけど多分俺はそこまで考えてる人はいないと思うんですよね。でそれはなぜかっついったらポートレートをね主としてやってるカメラマンしかそんなこと言う人いないわけだから実際風景なんかだと音がしない方がいいし舞台だってそうですよ音がしない方がいいわけですよね。ゴルフもそうだししし音がななければしないほど いいんだけど、ポートレートに関してはね、やっぱりその音がね、音が重要でサウンドがこぎみよくこうできるってことも大きいと思うんですよね。例えばスタジオで撮影してるときに音楽が何もなってなく静かなところでシ、ね、ーンとして撮ってるよりは音楽が鳴って軽快なねやつで撮ってるのと、やっぱりそのカメラマンが一生懸命声かけたりとかしてることでね、それでまあ心のリズムがこう、えー、うまくこう出て。 こういいものが取れていくっていう。そういう感じは自分は <laughs> あのするんですよね。だからその日本のね。まあ日本のって言い方だよね。そのまあライカライカはちゃんとそこがね。やっぱりそのね。デジタルになっても音をね。やっぱり気持ちよくこうさせる。聞かせる音を知ってるって感じは自分でします。だからこれが。 やっぱり日本の,そのまあカメラメーカーねにお願いしたいことっていうのはまあねお願いしたいって言ったって俺の言うことなんか別に知ったことで何でもないんだけど結局俺はサウンドっていうのがものすごく大事でそのカメラを持った時の質感もそうですよね持った時の質感がすごくこうずっしりきてこうなんかあるのがいいから。 多分自分は 1DX 系統のカメラをずっと使ってきて、まあ、最近だとね R5 が出てきていいなと思ってね R3 は全然良くないと思ってたら R3 がすごくいいってことになってでその、まあ、感触っていうかねシャッター切った時の感触とか持った時の,、まあ、あの自分のねこう感覚が、まあ、やっぱり R5 より R3 の方がこう持ってる感じは。 いいなとで逆に言えばね今度は r 1が出てくる時にどういう感触のカメラが出てくるのかっていうのはこれはねすごく楽しみなあの一つではあるんですよね。でやっぱこう,こういうことを考えていけばその例えば自分が言ってるワークショップもそうだしじゃあ皆さんはね気持ちよく写真を撮られてますか、ね、気持ちよくシャッターを切ってきましたか気持ちよくね ただ今日撮ってきてこんな中からいいのがあったからこれだけ選びましたっていう感じなのかそれともその自分がねどれだけその写真に込めた気持ちがあったかどうかっていうことの方が俺はすすごい大事だと思うんですよねそれをそ,のそういうふうに思わないとなんか見てるとんまあみんなまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど。 まあ自分がこうみんなの見てるこう作品見てるとあのまずアイレベルっていうかねアイレベルっていうのはまあ自分の目の位置ではあるんだけどまああのもっとねそれは心の目っていけばね心の目でいけばその高さは関係なくアイレベルになるわけだけどそのやっぱりこの角度をね角度カメラの構える角度もその一つでもあるんだしやっぱりその。 そこをね深く考えないでカメラを買ったからこういうカメラがあったからこういうのがいいんだとかっていう話になってっちゃうのかなっていう気がしますね自分はね。でま昨日もちょっとあったんだけどライカを使うとね写真が下手になるっていう話があるんだけど下手になるんじゃなくてカメラを撮る技術がないだけだよって言ったんだけどほんとそうなんですよ。みんななねカメラの撮る技術がないから ピント合わせもできなければ露出だってマニュアルで撮ることができないから難しいと思ってるだけであって実はさそんなこともできてない人が大半だってことを言いたいんですよね。でやっぱりまず自分がプロとしてねその昔のフィルム時代のことを考えてきたらまずフィルムを装填することができてピント合わせることができて露出をぴったり合わせることができるこれがまずプロとしてね自分が。 まずプロカメラマンでね大店に入った時から思ったことってのはまずピントが合わなきゃいけない露出が合わなきゃいけないこれ最低限ですよね。でこれっていうのがそのできない人はもうプロじゃないからねピントも合わないでそんなオートでなんて俺の50年以上前の時代なんてオートのカメラなんてなかったわけだからオートのカメラが出てきてねピントも自動になって絞りも自動になってなんていい時代を迎えたと思うんだけど。 逆に言えばね俺なんかしのごいきなり入った時に「しのご使えるか?」って言われた時「えー、使えます」なんて言って実は使ったこともないのに使えると自分は言ってしのごのカメラをもう三条一とまに持ち帰ってそれで使い方をマスターしてったわけだから。アーキオスさんこんばんこばはよろししくお願いしますク達さん 仕事を収めて飲んででましたあ、ね、いいですよね酒を飲む、ね、俺はね酒が飲めないですよね酒が,酒が飲めればね全然違うと思うんですけどうちの奥さんはビール飲んであのそれにお付き合いすることもないからあんまりねこうただね今までじゃあのロケに行ってね酒飲まなくていいかったってみんな酒飲んでるわけだから酒飲んでみんなワイワイやっててもう自分はもうジュースを飲んでね 全然平気だったから、今になっても全く気にならないんだけど、まあ飲めれば楽しいんだろうなっていう風に思ったことは何度もありました。もう酒のね美味しさが分かってくれば、すごい面白い面白いなって昨日ダウンタウンの中なんかだけあの番組見ててねあの小峠さんが 1一人で酒をガンガン飲んでるの見てて「すごいなこの人」って「いやだって飲み会じゃないの」って言うからでも人の話を聞く前にどんどん酒を飲んでるの見ててまあこれだけね強い人もすごいなと思いながら見ててこんだけできるのも羨ましいなと思いましたもん自分はねまあねダクサイさんも酒がすごい好きでいい酒をねいっぱい自分で持たれてまあいい趣味をしてると思うんですけどね まあ酒のコレクションがいいのかカメラのコレクションがいいのかっていうのはこれは何とも言えませんけどまあ本当にねあの今年はねダークサイズさんにもねお世話になりましたもうほんと富山までねわざわざ片道5時間もね雪の中を走ってくれてねそれでまあ現地でねこう待ち合わせして過ごさせてもらってね いやーもう本当俺ね、あのー、あの時のことを考えるとねもう本当にねもうただ申し訳ないのと、あのー、ありがたいって気持ちがね未だにこう残ってますけどまあその時ねあのダークサイズさんに俺が撮ってる場面のねもあのライカでいろいろ撮ってもらったの今度使わせてもらいますけど <laughs> なかなかねいい写真で自分的には結構気に入ってますね。で まあ、うちの奥さんもねいい写真を撮ってくれたっつって言って喜んでるからねまあこれに関してはねあいちいち本当は名前入れなきゃいけないんでしょうけどねでもまあね、あのー、話だけもして、まあ、どんどんね使っていくような感じにはなると思うんですけどまあでも良かったですねとにかくまあ富山もね、あのー、前にねあの富山はね、あのー 金沢だね前金沢にねゴルフで行ったんだよねんだっけあれゴルフのトーナメント ISPSIS <PS> IS IS ハンダカップだねハンダカップってあってね今でも多分プロトーナメントやってると思うんですけどそのトプロトーナメントやってるハンダカップにえっとねプロ,プロアマに長野と長,長野じゃなくて。 山梨だ山梨と、ね、金沢にねそれはその全部宿泊費とか食事代とか全部出してもらっちゃってでプレーもプロと一緒にプレーするっていうその、ね、もうその、まあ、ちょっとありえないような、えー、ことをさせてもらったんですよあの時ね。でとにかくそのプロと一緒に回るなんていうのはねおこがましいんだけど。 まあ、とにかかくこう楽しかったですよねで自分はその山梨の時にねプロの人がそのもう世界ヨーロッパでは賞金王になってる人がいて名前ちょっと忘れちゃったな人名前なんだっけ忘れちゃったね南ア,南アフリカだっけねそれでヨーロッパあのヨーロッパで賞金王になってでその人と一緒に回ったんですよそれで。 そのキャディさんはねそ,のそこのコースのキャディーさんでラインをここ,こ,こパッとここに打ってくださいって言うんですよ。それでここに打ってくださいって言うとそのプロはね違うって言うんですよ。<coughs> そっちちじゃななないいとこっっかららううう打たなければ入らないよって教わってる時にだからその山梨のキャディーさんがまあ極端なことで言えば山梨のキャディーさんがフックラインですよって言ったら。 いやスライで全然その何て言うのかなあの狙うコースが違ってでここはもうそれだったら絶対に寄ってかないんだっていうふうにまあねそのえ英語で言ってるわけだけどまあその話を聞きながらじゃあもうそのねこっちだっていうからじゃあその人を、まあね、一流のプロがねとそのやっぱりそのコースのねコースのキャディーさんが言うの方が俺は正しいと。 100思いますよね普通だったらだってこのプロはだって回ったことないのにこのラインね打って寄るわけないだろうって思ったから俺はねそれでまあ実際にほらその言われた通りに打った時にうわ本当に寄ってくみたいなそれでもうパーは絶望的だったものがパーを取れたりとかして結局その時は70いくつもあったんだよね70いくつだっけ ?4 とか5とか。 そんんな数字で回ったんだよね奇跡奇跡に近いような数字で回ったんですよ。それでそのキャディーさんもねえ「えフックラインじゃないんだスライスなんだ」って言った時にキャディーさんも最後言わなくなっちゃってねもうどっちに曲がるとか言わない。やっぱりね一流のプロって多分ねあの場に立った時に多分感覚で分かるんだと思うんですよね。どっっちに曲ががるかっていうのが まあね俺なんかしてみたら地元で何年もやってキャディーもやってねでそんな人がまあ実際ね行ってプレーしてそのキャディーさんがついてくれて「フックラインですよ」なんていうような予選をもう教え方をするわけだけどまあそういえばこれはちょっとまああんまり言っちゃいけないかなまあ面白い話があったんだけど他の他のほあのコースのキャディーさんで面白い話があったけどこれはまた。 あのワークショップかなんかの時にあの話していきたいと思いますすいませんちょっと話が脱線しそうになりましたああかえって光栄でしたそうですかねたダクサイありがとうございました本当にもう本当に富山ではいい思いをさせてもらいました 先生は先日ポートレート撮影で重要なことはモデル選びとされていましたが他の第一線のポートレート撮影している写真からに質問した時も皆写真撮影で90%ぐらい重要であると話されていました先生がモデルを選ぶのはモデルの瞳唇雰囲気直感なのでしょうかこれはねあの高々さんに一言言いたいんだけど自分の好きな女の表情にするってことが重要ですこれは。で 多分野村がうまあ上手いと言われて定評があったというのはあの野村が取ると3割増しに取れるっていうことも業界の中に評判になっていたところがあってやっぱりそ,のそういうふうに見えるっていうのかなそういうふうに見えるためにまあ角度だからね本当に難しい子をまあ自分が取るときになっちゃった場合はもう本当まあも,うもう気持ちこっち気持ちあちょっと5ミ m ぐらい戻ってみたいなその 極端なその、えー、角度をこう。例えば顔をこう振るか振らないかっていう時でもやっぱいい顔っていうのはどんな人でもあるんですよ。例えば。まあ見てわかるように野村誠一だって。どこかこう角度を見れば一箇所ぐらいかっこいい角度があるわけですよね。で、それはもちろんレンズも選ばなきゃいけないし、ライティングも選ばなきゃいけないんだけど。 やっぱりこれがあのやっぱりこのね高さんが言ってるね瞳唇雰囲気直感なのでしょうかってこれ重要で自分が撮りたい人撮りたい人がもうどれだけ自分がどうしても撮りたいんだとい,いう気持ちになっていかなきゃいけないと思うんですよね。 あ、こんばんは青くんこんばんはです3月初めてお会いしたたくさんお話になりました僕もお酒飲ませんあ酒飲めないんだいいことだと思うけどまあ酒を飲むだけでもねなんか違うっていう風にね人生観変わったし人間付き合いもあるって言うんだけど自分はね飲まなくてもここでずっと来ちゃったからまあいいかなっていう風に思ってますねでこの間あのカメラホリックの話でね青くんのが少し色が薄かったって言うんだけど結局 最終的には色香で多分その色を濃くしたんだと思うんですよね。編集者が「あこれ実際の色とはちょっと違うだろう」っていうことでねで自分はそこはあの担当してるとこじゃないのでまあ担当してるとこじゃないっていうかね、まあ、ちょっとこう薄いかなと思ってたぐらいなんだけど、まあ、それをねあのやったのでねこれは青くんもね多分、まあ、自分でやった仕事に関してはね、まあ、今年最後に。 まあ、いい経験をされたんじゃないかなっていうふうに思います。自分はね。あいかさん、こんばんはです。よろしくお願いします。まあ、そんなことをね、まあ、自分は思って。<coughs> <coughs> あ,あ、ごめんなさい。今にこう至るんだけど。まあ、こういうことをね、あの、踏まえていけば。いろんなことがね、分かってくると思うんですよ。で、皆さんね、やっぱりポートレートでね。 身近,な身近な人だったら誰でもいいみたいな思っちゃうんじゃなくて誰でもいいんだけどやっぱりその皆さんに好かれるまあだからその比率が高ければ高いほどみんなに好かれる比率が高いければ高いほどいいっていうっていう話をねまあしてたんだけどまあこの辺がねまあポートレートの難しさだと思うんですよね。例えば野々が 必ずしもね見てる人が全員がね野々花に対していい,いいと思ってるかそうじゃないと思ってるかっていうのもまあ一つのねポートレートのねあり方ではあると思うんですよね。まあ、ここが難しいとこではありたんですよねでポートレートっていうのをこれはやっぱりね人の人のことなんでなかなかねあの指摘は難しいんですよこれね。 こうだからこの人だからいけないんだこうだからいけないんだっていうその指摘をすることができないからまあそういう意味でね俺はワークショップでねもっとその具体的にねこういうふうにした方がいいんじゃないかとか写真もそうですよね写真もこういうふうにした方がうまくいくのにどうしてこういう写真しか撮れないのかなってまああくまでもね野村の感覚で見てるから俺の感覚はね100%正しいとは言いませんけど。 まあでも3割ぐらい2割か3割ぐらいはね風景の中でもこっちの方がいいよっていったそのことに対してはねまあ2割か3割は当たってる部分があると思うのでまあその辺はねもうあの、えー、思っていただければね自分だってもう本当にいろんな人の見てきていいものはいいんだからやっぱりいいものはね誰が見てもいいんですよ。でやっぱりそういうふうにねできるものをやっぱり作っていかなきゃいけないと思うんですよね。 で皆さん、ね、今年最後でね、まあ、一応9時あと9時10分ぐらいなんですけど9時まで言ってるんですけど、まあ、昨日も、ね、9時半ぐらいまでやったんで9時半ぐらいまで今日はね少し伸ばしてでもしね、まあ、質問質問っていうのはなかなか難しいですよね、まあ、自分も質問なんかありますかって言った時に田舎でも言うんですよ。 何を聞いていいかわかんないから質問になんないんだって質問できる人は多分理解してる人なんだっていう風な話をするんだけどこれ皆さんも多分ねあの思ってる俺と同じように思ってるんじゃない質問していい内容がわかればそれだけレベルが高いんだよって言えるけど何を質問していいかわかんないからレベルが低いんだとも言えるっていうかねこれがまあ写真の奥深さ 奥深さ難しさにこう一つになってると思うんですけど皆さんどうですかねまあでもね早いですよね俺なんか今年ねなんかあの行ってえなんか初詣したのなんか今年ついなんか先月ぐらいだったかなみたいな感じがねあるんだけどまあもちろん,ちろん夏のねあのくそ暑いのを過ごしてもうこの暑いのも何とかしてほしいなんて。 思ったりいろんなことをしてきたんだけどまあ来年はねもう本当面白いことを考えてます自分も,も。とにかくその自分が一人喋るじゃなくていろんなゲストをねま要するに皆さんが知ってるまあゲストをねお呼びしてできるだけねそういう話をしてった方が皆さんにとってもいいような気がするよね。ややっっっぱぱりりそそのねあののねうちの奥さん,もううん,うんつってるけどやっぱりその その人たちの意見っていうのをもっとねまあそのなんていうのかな京都でもそうだったけどねあの吉田さんにね来ていただいて、まあ、話してねそのあの橋田壽賀子先生がね、えー、この世の中にね3人しか人、ね、信頼する人はいないんだって言われた時に、えー、泉ピン子さんと石井福岡さんと吉田さんっていうこの3人だけだって言った時俺はね びびっくりびっくくりりをしましまた本当にそんなに吉田さんのことを信頼してるんだと。でその話をねまあ京都ではねその話を聞いた方がねその吉田さんから聞いた方がいると思うんだけどまた今度ね吉田さんにも来ていただいてまあもっと深くねその話もねまあしてもらえればあの皆さんがよりこうなんていうのかな刺激になるかなと思うのがう来年だれですね。 炭焼ああさんんきさ,んさんが歩いてるところをたまたまダークサイドさんと言って「うわこれだ!」って言って俺がね一人騒ぎ出してそんな偶然があるんだと思ってだってね富山まで行ってその場所に自分が立つなんて思ってなかったからまあそれに関してはびっくりしましたね。 まあでもね住宅さんぜひね来年はいろいろあのいらしてくださいそれでいろんなねそんな話もしたいしまあ自分だったらこう取っただろうこうすればよかっただろうっていうのもすごい分かるのでマンネリ化してきた時バリエーションを増やすのに有効な考え方取りあのねマンネリマンネリした時にバリエーションを増やすために有効な 考え方ってこれはね俺はねまあこうやって言っちゃうとねあれなのかもしれないけどマンネリしてる時にバ,あのなんていうのバリエーションを増やす方法は何かっていうのはマンネリっていうのはもう日頃やってることが全部がマンネリ化から起きてきてるわけですよね。でこれっていうのは本当あのもう目をつぶってねシャッター切るぐらいのことやっていいと思うんですよね。それで ピントも合わなければ、何も合わないような写真をどんどん量産化してね。それでいて、ああの時こんな写真が撮れたんだっていうようなことからね。そのやっぱりあの出てくると思うんですよ。そうすることによってね。そのバリエーションっていうのが出てくると思う。んでそのバリエーションっていうのはね。なかなかこう難しいんだけど、自分はそのね。写真集をまあ、必ずね。160ページ。 た自分がが好きな写真集っっページが多かった島までねでその160ページを撮るためにどうするかってった時バリエーションをどうするかっていうのはまあもちろん考えますよ考えるけどまあ全部写真集を撮ってきて思ったことっていうのはバリエーションが撮れていたか撮れていなかったかって考えたことはないんですよね。というのは必ず自分はもうその時にいろんなものを撮ってくるから。 余分だとと思うことをいいっぱやってるからそのバリエーションが足りなかったってことはないんですよ本当ないんですよこうやって言うとねいや随分ねかっこつけてんじゃないですかって言うけど本当ないこれ、ね、もう自分は自信を持ってねこのバリエーションを取るっていう意味ではあ,のあると思うんですよね。これはもうまた今度ねあの そのままさんとはねまたゆっくりこの話をしましょうね京都でも <laughs> 3時半ぐらいまで話してましたよね藤原さんと3人でまあよく考えてみたら3時半までよく起きてたなと思うねえ住宅さんとすれ違うんですね同じ場所に立つ っってててていいいううこことがん、ね、んな離れていてあるんだっていうふうに俺だから行った時どっかで見たことあるくてこれは絶対炭焼きさんだってもうすぐ分かったからね <laughs> 先生の写真技術ももちろんですがマインドというか日頃どういうことを考えてるのか重要なんだと学んでいってそうですよこれはね本当そう思ってくださいなんてそう思ってくださいって上から見せんだけど俺本当考えてるんですよいろんなことでね そのまあてそのねこの間ボンジさんとも一回こう話をしたいって話も、まあ、これはここではしゃべれないんだけど、まあ、それもそうなんだけどこうあもうビリビリ来るわけですよねビリビリ来て自分がやりたいことが何かっていうのがもうビリビリ出てくるからすぐこうンジさんに電話して「そのあ連絡して」したらンジさんからすぐ連絡かかってきてで「俺こういうふうに思ってるんだよね」って言ったら「ああもうぜひ」っていうなったから。 来年はねぜひこういう新しいねサイトをぜひねこう自分の中では作っていきたいっていうのがまあ来年のあれですね俺の一人喋りを見てるよりも、まあ、皆さんがねもっとこうそういう人の喋りの中にね何,が何を俺が言いたいのか野村が何にこう感動して何にこうしたいのかっていうのをね思えると思うんですよね。だから俺そのまあ、皆さんがど、ね、どうか分からないけど、まあ あのイエローキャブのね元今はサンズなんですけどイエローキャブの野田社長ともねもうぜひねあの YouTube での話出てくれっつったらいいよっていうからもう俺なんかその昔の話もねみんなに越して、まあ、その考え方で野田社長っていうのはあの一時ね写真にすごい凝った時期があってそれで「なんだ俺でも撮れるわ」っつってカメラを持って俺の横からバチバチ撮ってた時期があったんだけど。 最終的にやめちゃったんですよ。自分はやっぱり向かないって言ってそのやめたっていう話もね聞いてみたいんですよね。でそれがなんでそういうことがあったのかっていうことも皆さんが聞くともっとよりいろんなことが分かってくると思うのでっていうことですね。はあゆくとしほんにお世話になりました皆さんお世話になりました今年はいい写真が撮れましたでしょうか。みんんないい写真撮れたと思うでですよねで やっぱりいい写真を撮るいい写真っていうことより俺はねやっぱいい写真っていうことも大事なんだけどいい写真って何かって何だか感じなきゃいけないと思うんですよ俺はね。で何か何か感じるからいい写真だっていうものがねあの頭の中に出てくるんじゃないかなって気がしますよね。 あ先生ののいいろんなアアイデアから来年のヒントたただきましたそうですよね藤原さんとも <laughs>、まあ、そのままさんともね、あのー、3時半までですもんねあそこでねもう俺は酒を飲む飲む飲むじゃないから、まあ、もしかしたら藤原さんもねそのままさんも酒を飲みながらもう話する内容だったのかなもしかしたらねでも俺ね。 この藤原さんね今度はあのうちの方の実家にも来てもらってまあ夜通しまたそんな話をしてるところもねあの一緒にね YouTube にもね参加してもらえたらよりこう面白いものができるんじゃないかなって気がしてますこれは。もう本当にねその自分が一人喋りしてるよりももっとそのまあ自分がね会っていろんな人と話してることを。 よりこう多く伝えていくまあもちろんこれはね一般サイトではできない話でメンバーサイトでしかこう流せない話になるんだけどでも俺はそれでもねあのよりメンバーの人との、まあ、親密度はより増していくんじゃないかなって気がしてます自分はね。あと30分ぐらいですけどなんかね、えっと、皆さんからね質問とか。 今年最後の質問今年最後の質問な後のかなこれってもしかしたら明日カウントダウンなんてやったりしてねちょっと分かりませんこれカウントダウン何年か前にねあの何、ー、だっけニコ生でやったことあるんですよねニコ生で今年や今年やったんだっけ忘れちゃったもん ああ先生と藤原さんから刺激を受けたので来年は動きますまた呼んでくださいいいじゃないですかこれねいや本当俺ねすごい最近刺激になったことがあってであることから刺激を受けてですぐボン地さんにね連絡したんですよそれでもっといろんな話をしたいんだとまあこれはねあのメンバーサイトにおいてはね非常にあの みんな刺激になる話だと思うので、まあ、これはね是非ね、まあ、この話も来年はやっていきたいというふうに思ってますこれはね,、まあ、京都はね京都もあれででしたたねねすすごい良かったですよ、ね、あとはそのままボーイさんもね、えー、富山もねいろいろ話して、まあ、まだねその情報会議になってるわけじゃないんだけど来年のことをねそのいろいろ自分もねその 写真展か何かのことを考えながらもう今はもういっぱいいろんなことを思うようになってそれで写真の展示の仕方とか写真の質だとかそういうのも含めてね、あのー、考えてるので、まあ、富山っつったらねなかなか皆さんこうまあなんていうの遠,遠すぎるっていうかね京都ではないし。 金沢っってやっぱなんか遠いですよねなんか自分でね新幹線で乗って行ってみてやっぱ金沢遠いなと思ったんですよ3時間かかるし京都行くより遠いから、ね、やっぱりそのトンネルをくぐ,くぐってる新幹線でトンネルを通ってる時間の方がすごい長いからそのやっぱり昔はもうねこの峠を越えていくだけで大変なんで,でそこをねあの わわざわざ富山まで車で来てくれたっていうのだけども俺はもうんもう頭上がんないですよもうあのやっぱりねその「今雪が途中ですが降ってるんです」なんて言って動画をちょっと送ってくれて「えー、大丈夫なのかもし何かあったらどうしよう」なんて思いながらもねでも <laughs> まあ元気にね向こうでお会いできたからまあいい刺激になりました。それで 写真ももいいっぱい撮ってもらっぱ撮ててらねあのプロフィール写真がもうたくさん山ほどできたんでまあこれはね自分にとっては非常に大きかったしね何かありますかねもう今年もねもうあと残りわずかになってきてね残りわずかになってきてなかなかねここで何もなければ終わってしまうんだけどね。 どうですか皆さん何もなければって変な話ですけど何もないっていうかね何もないわけじゃないと思うんだけどまあでもね炭焼さんもね一生懸命こう何て言うんですかねあの考えられてるのがよく分かりましたよでこの間行ってその同じ場所に立った時に。 ああそうか炭焼きさんもここの同じ場所に立ってこう,う,うな感じだったんだと思った時にすごくこう自分もまあ炭焼きさんのその取ってる位置とかもいろいろ考えながらねあの見てたんだけどなんでか分かんないけど同じ位置にたまたま引き寄せられるようにその場所に行ったっていうまあこれがねあの自分の大きいことですね。 あ京都でお別れした後二2回の乗り換えで共に寝過ごし結局4時間かけてとこで帰りましたえー、4時間もかけて帰ったのあーうーんでもね結局そのあおくんなんかがねこうやってきてることっていうのかなこれは、まあ、非常に俺は大きいと思うんですよねまあ 自分もねその頃にはもう広告代理店にいたわけだけどいて毎日こう夢に燃えてたっていうかねまあ青くはまだね学生なんだけど自分はもうたまたま写真学校から就職できたっていうねまあ幸運の道をたどったわけだけどまあでも結局それも2年半だから青くんの学生時代のことを考えていけばそんなにね俺とキャリアがそんな変わるわけじゃないんだけどまあ自分的には。 あのすごいあれですよあの青くんの時に自分が吸収したことがもう今の自分になってるってことは間違いないですねもうとにかく吸収をしまくりましたねでまあそれで2年半してね会社が倒産して25でヨーロッパは に行くことを決意してね自分でヨーロッパは初めて海外にね南回りで行ったわけだけどまあ行って1ヶ月間自分で過ごしてきたことの経験がまあ後のね写真集に全部つながっていって全部線でつながっていったわけだけどまあこれだってある意味でいけば異常なことですよね。の使い方ととかかコツとか いいですねこういうことをね是非ねやりましょうでやっぱそのまあ今ねデジタル時代になったからレフの重要性っていうのは昔ごとじゃなくなったんですよねでこれっていうのは微妙な、まあ、光の加減がねデジタルはしやすいっていう利点もあるんですよね利点もあるんだけどそのだからったってね無視してるわけじゃなくねこの光の使い方っていうのは いつの時代も変わらないわけだからね。で、これをね。是非ね。来年はあの本格プロコースっていうのも作って、あのやっていければいいと思うんですよね。やっぱりその本気で教えるって事をしないと多分ね。怠けると思うんですよ。俺みんなねで、やっぱりひろみつもそうだけど、何やってんだ。お前みたいな感じでこうこんなんじゃないだろ。お前って。 ね、あの編集の中には少し抜けてる部分もあるんだけどあのだからね中にはその厳しすぎる教え方が下手だっていう人もねいたわけだけどそれは教え方が下手に見えようが何,見えよう何に見えようがとにかくひろみつが写真うまくなったことは事実で写真そのものが、ね、あの短時間半1時間半ぐらいの間でね写真があれだけ買われたっていうことはまあねメンバーサイトではね入れてあるから。 宏光がね最初の写真と、まあ、俺が教えた時の写真の違いと作品もねそのメンバーサイトで入ってるので、まあ、それを見てもらえばね宏、まあ、光がどれだけ変わったかで一般サイトではね宏光の作品を入れてるわけじゃないので、まあ、この辺がねこう、まあ、一般の人にはねなただ冷たく、ね、やってるだけだと思われるかもしれないけどやっぱり全然違う。 違うものがねやっぱり出来上がってるからね今は写真学校に行くね打ちはないという写真家の先生もおられますまあこれは写真学校写真学校に行くね打ちはないっていうことよりは自分が写真学校行ってたか分かるんだけど写真学校で学んだことってほとんどないんですよ。こううやっって言うとねびっくりするかもしれないけど ないんですよ本当にで俺はねあるゼミがあってそれで、まあ、その方はね日本写真家協会の先生で偉い方で,でその人のゼミでポートレートトレのの撮り方のゼミに出たんですよねでそれでしのうのカメラをまあ構えてやってモデルさんが向こう側にいてで先生がピント合わせて「はい次順番」っつって言った時にまあ後ろから回っていってね フォルダーに入れてシャッターを切るっていうだけでそれで審査優劣をね AB とか優劣をつけられたんで俺はねその,そのことに対してなんでねそのモデルのね気分によってねそのいい写真だったりもするだろうしそうじゃなかったりもするだろうしと思ったからモデルさんに俺はこういうふうに動いてくださいって言ったらすげえ怒られて。 お前はあれかってお前は俺の,その指導の仕方に対してケチをつけんのかってすごい怒られてお前はもうやらなくていいみたいなこと言われたことあるんだけどでも俺はねそんな教え方をしている学校がダメだ,と思いますよだって自分のやっぱりその人の持ってる個性を伸ばすためにはただ入れてねシャッターだけ切ればいいんだっていうそのね教えをしてるゼミの人がおかしいんであってやっぱりその。 演出するっていうことカメラマンは演出しなきゃいけないんだからだからそのね写真学校行く値打ちはないって言い方よりも教え方に問題があると思うんです俺はね。今言ったようになんでそういうふうにこうしなきゃいけないかじゃあライティングだってそうですよねだから自分がまあねライカでライカでねあの参加した。 方がいればはっきり分かると思うんだけどライカでねその、えー、ライティングしたんですよののかを使ってライティングしてでまあ実際こういうふうに撮るんですよって言ってやったらそしたらまあその方はね一人の方は多分俺が撮ったね綾香の写真を見てもっとその硬いライティングをしたいんだってことでまあこの,この写真と同じように撮りたいって言い方はしないけどで違うからってだから違うんだったら自分でやってくださいと。 「でどうぞ」って別にそれに対してねそのこうしちゃいけないってことはないんでねあの好きにやられてくださいって言ったらいやそうじゃないんだよなんとかだよって言いながら結果的にぐちゃぐちゃにして多分俺は取れなかったと思うんですよね。ていうことは頭の中でね頭の中でこうぐうに取りたいって気持ちだけあってもそれをどうするかっていう説明をすればいいと思うんですよ自分はね。 例えば綾香のあったポートレートみたいな自分も撮ってみたいからああいうふうにライティングするのはどうするんですかって聞けば多分俺はそその場でうういう的確な指示をしたと思うんですよねただ違うんだと違うんだという言い方だけしているから「違うって何ですか?」って言ったらこれね現場にいた人だたってよく分かると思うんで違う」って言われたって何が違うんですかって。 結局これはねだからその写真学校とかそういうこともそうなんだけど結局ねその生徒である側も問題あるし教える側も問題あると思うんですよね。でやっぱり自分が卒業してねで卒業した同級生のやつが学校に残って講師として残って教えたっていう時代もあったわけでじゃあそのね一緒に学んできたやつが卒業して学校に残って講師として残って お前何ができるんだよって俺は言いたいもんやっぱりそのもっと違うだろうとでそれはまあ俺が厳しくね言う,うことなんだと思うんだけどまあ俺はシーママさんこう思いますよ写真家の先生もおられますっていうか教える側に問題があると思うんですよで教えるる側に問題があると思うんですよだから前にねあのえっとどっかの写真展行った時にそれがあの 芸術大学のどことは言えまいせんけど芸術大学のね生徒さんがいてこういうふうにやって写真をねあの自分が撮った写真の周りにバリバリこう破いて破いた写真を全部こう貼り付けてたりしてる写真を見たんだけどでその子女の子だったんだけど泣いてたから「何泣いてんの?」ってたらみんなにバカにされたっていうからバカにされるもバカにされないもなんで自分の写真を破くんだと破いてるがおかしいじゃないかと。 じゃあ、それはね、作品じゃなくて、ただ破いてるだけだと。悔しいか、ら破いてるだけだ、みたい。そうしたらね、余計泣いてたけど、泣けばいいってもんじゃないだろうって。厳しく言ったんだけど。多分。その子は後になって、すごい理解できたと思うんですよね。あ、二十代前半に吸収したものは、何年経っても残りますね。そうですね。俺はね、あの。二十代前半に吸収したものというよりは。 いくつになっても吸収したものは俺は得るものだと思ってるからだから最近ね自分で吸収したものも自分の中ではこう新しいものとして受け入れてるからでこれはね年齢関係ないですよただその20代の頃っていうのはね今以上に知らないことが多いからどれも新鮮だからよりこう覚えてるってことも言えると思うんだけどその写真のことのことってのはものすごく違うからね。 来年のメアマーチ活動を期待してますまあこれはちょっとねいろいろ難しい問題あるけどねまあいろいろねまたこれは考えていきましょうああ宏光さんの動画は先生の本音が出てると俺本音ですよだって甥いっ子だからねみやきさんに「これ違うだろ」っていうのと違って甥いっ子だから。 「お前何やってんだよ」って「こんなことも分かんないのかな,なんでこんなの撮ってんだよお前」って言うようなねえー、って思うと思うんですよ。でこれがまあ何て言うのかなあの,あの子にとってみればすごいこう、まあ、不思議なことだと思うんですよね。でこれがまあ、うん、あるあるあるなんかあの、えー、講習会かなんか行ったらしいんですよ。それで うち,のうちの出入りしてる講習会なんだけどそこに行ったらしいんですよそれで俺はねそのバッて見た時に「なんだこの写真は?」って言ったんだけどそし,てそしたら「講習に行ったんです」ってか、ね、まあ、何も写ってないじゃないか」と露出は合ってないし何,も何を教わってきたんだっつって言ってそっからね博光のこと始まったからまあこのこともねまたいろいろこう話していけばよくわかると思うんですけどまあとにかく。 あの目の前にひろみつがいて、俺がひろみつに対して怒ってる姿を見せれば多分。みやきさんはすごいこう。あの納得すると思うんですよね。まあそうだなっていうふうに思うと思うんですよ。これはあの絶対あると思うんですよね。あ,あ、こんばんは。渋谷のルデコの件は冒頭にあったの分かりました。これからですよね。別の話で朝草龍さんの兼ね合いの中で。 えーあーモンゴルツアーに行くかっていう話なんだけどまあ行きたいよねできればねこれはね面白いと思いますね俺はねこれねやっぱりモンゴルっていうのはね行ったことある人だとわ分かると思うんだけどモンゴルってね 俺が,俺が連れてってもらった朝青龍に連れてってもらった場所とは全く違うんですよね。これはまあ自分がそのモンゴルっていう印象をもう全く変えて帰ってきたとこなんでこれはもう実際にそのこのツアーで行ったら皆さんが感動すると思うんですよね。この1年 は光の境目に始まり光の境目で終わりました。極めることはまだ難しいですが、また他のヒントを教えていただけることを期待しております。そういうことですね。うんいいいいと思いますね。いろいろとやっていきましょう。来年はね、あのまあ、面白くね、メンバーサイトをさらにワークショップを含めてあのやっていくので、まあ、楽しくあのできると思うんですね。 もう自分は自分が逆に夢が膨らんでいるので、まあ、来年やることは自分の中ではもう異常なほどこうなんか出てるので、まあ、あとね時間が来ちゃったのであと一つぐらいね誰かあ,のあればねモンゴルツアーの話をちょっとしながらねあのどういう、えー、光,の光の境目もそうですね。 モンゴルツアーもね本当にいいところですよモンゴルはねやっぱりみんながね、まあ、意外と知ってるモンゴルっていうのをじゃないやっぱり地元に住んでるね朝青龍さんがやっぱ知ってる場所だからねこれは違うと思うんですよね自分はね。まあそんなことでねあの話もね尽きないですけどまた、えー、来年ね新年になっちゃうか。 えー、カウントダウンや去年やったんだっけかなちょっと忘れちゃいましたけどまあカウントダウンのちょっと前ぐらいにね話をしてもいいのかもしれないけど。ということでね今日は、えー、と皆さんねありがとうございました自分の目もねだいぶ落ち着いたのでね、あのー、皆さんにねこうお見苦しいっていうかね、あのー、顔をしてそ,そうじゃなくたって見苦しいのに。 えそんなかね目をねずっと見せててそれでこう耐,え耐えてこられた方に対して本当に申し訳ないと思ってますけどまた是非ねまたお会いしましょう今日はね本当ありがとうございました皆さんまたお会いしましょう今日ね楽しみしてますまたえーいい形でお会いできればと思いますということでねまた皆さんでお会いしましょう 良い年を、えー、迎えさせてください。<laughs> ん外国は1か月くらいカメラを持たずにあ1か月ぐらいカメラを持たずに現地の人まあその必要はないと思うんだけどねいろいろカメラはいつも持っていてよかったら撮ればいいと思うんですよ。 今年はありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。いちさん、こんばんはです。よろしくお願いします。ありがとうございました。えかさん、ありがとうございました。この一年、ありがとうございました。内原さん、ありがとうございました。えー、新万松さん、ありがとうございます。 さんまた会いましょうね。また楽しくやりましょう。えー、北島さんありがとうございます。また良い年を迎える。か岡さんこんばんはです。石村さんありがとうございます。京瀬宏さんこんばんはです。えー松田宏さんありがとうございます。さゆりさんこんばんはです。よろしくお願いします。えー、ブラックシュナーザーさんありがとうございます。 横山さんありがとうございます小野さん良い,良い年をですケイズバさんありがとうございます良年をはいありがとうございます住居さんありがとうございます今年はいい出会いがありましたねいいお正月過ごされてくださいねお疲れ様です勝山さんありがとうございますはいありがとうございました皆さん えー、カシオさんありがとうございましたよろしくお願いしますこれからもよろしくお願い